一番フグが美味しい時期ですので、フグの肝がですね、美味しい時期はちょっと肝が苦手ということで、今日は松葉がにですね、島根県産の松葉がにです。これに載ってますのがですね、泡はこれお酢のお味がする泡でございます。はい、そのままで召し上がってください。ありがとうございます。美味しそう。その泡で殺す。アゲイン。ソースですね。こちらが入っておりますので、レモンを絞って混ぜてからお召し上がりください。はい。オイスターシューターというお料理ですね。そのままシュッと、はい、お召し上がりください。はい。で下の段ですね、こちら右側の光場の大分県産の関サバでございます。はい。その下の巻物です。でこちらは千葉県産のイワシですね。こちら一緒して締めております。で中にはガリとさつきをネギですね、またガリ巻きになっておりますので、そちらは手前についておりますので、ごまをお付けになっておいて、お醤油をつけてお召し上がりください。はい、その隣の白身ですね、こちら大分県産の肘の大型というところで上がりましたヒラメですね、こちら北海道産のウニを挟んでおります。こちらもお醤油とわさびをつけてお召し上がりください。はい、こちら足前についております、手前のこちら金柑です。金柑を蜜煮にしておりますので、そのままでお召し上がりください。はい、上に添えております。こちら紅白、こちら株ですね。株は甘酢につけておりますので、こちらもそのままでお召し上がりください。はい、赤なのこです、ね。はい、赤なのこを、茶ぶりなのこという料理の仕方でさっと焼いております。はい、こちらも酢はちょっと飲めるような感じしておりますので、こちらもよろしかったらお飲みになってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあですね、一緒ですね。はい、失礼いたします。じゃなくて、これ順番迷うな、これかな。これはもう醤油つけずに、つけてもうちょっとお塩つけても、そのままでも醤油が出しられます、ね。ちょっとお塩つけられます。すごく油が飛びますね。うん、すげえ。あ、すごい、すごい。あすごい美味しい。最初はそれ食べる。うん、手続きにちょっと柿を入れて。これ？レモン絞らないか、甘ないと。いっちゃう？いいんじゃないですか。クイッとって言った。うん、クイッ。これがですね、北海道産のですね、余市のあん肝でございます。あん肝をですね、裏ごしにかけて食べやすいようにお味をつけております。上に刻んでますのが奈良漬けですね。はい、柚子の皮をですね、香り付けに少しつけております。お腹を閉じて、そのまま召し上がってください。どうぞ。
一口になるな。うん、すごい。これにはようわからんけども、うん、美味しい。大分県産のですね、白甘鯛をですね、唐揚げにしたものですね、そのようにおっておりますが、四国の徳島、吉野川で取れた筋青森という青森でございます。はい、ご一緒に召し上がってみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。すっごい青森、わかる、うんうん、青森がすごい、うん、これもまた一口、一口もう写真撮らんかった。写真撮らんかった。いいやろ。うん、海苔のすごい、うん、はい、こちらは春巻きでございます。タラの白子を使った春巻きでございます。で、今揚げたてで大変熱いので半紙は取らずに半紙の上から持っていただいて、で手前のお塩ですね、こちらがトリュフのお塩です。トリュフ塩になっております。白子とトリュフの相性が非常に良いので、こちらで召し上がってください。はい、で最後の方にですね、味に仕掛けをしておりますので、友情の方に召し上がってください。はい、相当で熱くない？うん、うん、うん、これは美味しい。これは美味しい顔してないけど。これはすごいわ。パリパリ。パリパリ？うん、あ、側がね。なんかパリ、外パリパリ。なんか濃厚、うん、美味しい。身？うん。はいや。身が入っ、最後身になる。タロに身やる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。どうぞ。少々お待ちください。宮城県気仙沼のマグロですね。先の車エビですね。
貝好きにはたまらん。でもそうか、食べるよ。違う。あれをして。そろしよう。長崎県産のですね、のどぐろでございます。上に乗っている泡はですね、お醤油のムースでございます。スプーンを出しますので、スプーンで潰しながら混ぜご飯の様子に仕上がってみてください。スプーンください。ましたスプーンが。使ったトロだけでございます。先ほどのよろしいですか。ありがとうございます。でした。島根県の宍道湖です。ありがとうございます。島根県の宍道湖です。のしじみのタコスです。鹿児島県産のうなぎでございます。はい、熱くなっております。気をつけてください。はい、はい、ございます。うん、上に乗ってるのが違う、乗ってる。ありがとうございました。